次です。現在市川市八幡市民談話室では彫刻家戸島香織さんの作品展が開かれています。市川市文化振興財団では八幡市民談話室で毎月市川にゆかりのあるさまざまな作家の作品を紹介する展示会を企画しています。現在は市川市で生まれ、市川で創作活動を続けながら菅野でデッサン教室なども主催している彫刻家戸島香織さんのドローイング、いわゆるデッサンと立体彫刻作品が展示されています。戸島さんのテーマはエロースで、戸島さんの言うエロースとは女性の普遍的な感情を表し、またその中には母性が含まれています。こちらの作品、記憶は、右側には母なる海を思わせる波があり、真ん中にはお腹を押さえた女性が縦につながっていて、次の世代へ、次の世代へと命を受け継いでいく様子が表現されています。戸島さんは気まぐれや感情で動くなど、古代から変わらない女性の真実の姿や命や魂を感じたままに作品に投影させています。女性の普遍的な感情を表していきたいと思っています。それは、男性から見ると気まぐれだったりわがままだったりするものだと思うんですけども、したいと思ったらやってしまう。それはもう女性の真実でいいんじゃないかなと思ってます。自分がそういう生き方してるんで、そういうものを作っていると思ってます。それはやっぱり女性は子宮で物を考えて、子宮で物を持って、その中に母性が入っていて、そこにはやっぱり命を抱えていたり魂を抱えていたりするので、共にそこにはそれが喜びだったり悲しみだったりして、いろんなことが含まれているんですけども、作品作るときはもうガーッと作ってしまう、まさにそのままエロスのものだと思うんですけども、ぜひご覧いただければと思います。市川市ゆかりの作家展戸島香織彫刻展は市川市八幡市民談話室で5月22日まで開催されています。入場は無料です。